こんにちは、フェルナンドこと拓也です。マラガに来た理由はセシに会うためです。夕方5時半の待ち合わせなので、それまで市内を巡ります。それにしてもよくセシに会えました。これでスペインに来た目的の半分は達成したようなものです。携帯を持っていないので待ち合わせは大変です。それではどうぞ。5月13日トレモリーノスからマラガに電車で出かけます。駅の名はエル・ピニージョです。電車が来ました。1時間に3本あります。切符です。1.85 ユーロです。広くて快適です。トレモリーノスからマラガはすぐです。セントロ・アラメダ駅で終着です。電車は折り返しフエンヒローラ行きになります。電車の出入り口です。スペインではこういう風景はよく似合います。道がちょっと違うみたいです。こちらの道を行きます。マラガは分かりやすい。見どころがコンパクトにまとまっています。隠れたところにあるサグラド・コラサン教会です。コンスティトゥーシオン広場です。カテドラルです。街のランドマークです。ピカソ美術館の前でサッカーの応援団が規制を上げています。美術館の中での写真はここまでです。パンフレットです。美術館を出ます。約1時間いました。ピカソの生家に向かいます。マラガはピカソが生まれた町としても有名です。メルセ広場です。幼少の頃のピカソの遊び場だったらしい。たくさんのおまわりさん、何があったんでしょう。右の建物の角が生家です。ピカソ財団が管理しているようです。建物全体です。写真はここまでです。その建物の並びにあるバルでサラダを食べました。メルセ広場からすぐのところにアルカサバがあります。トンネルを抜けると上り坂が続いています。もう少しでアルカサバと思いきや、ヒブラルファロ城への道でした。たくさんの人が登ってきます。闘牛場が見えます。だいぶ歩いてきました。頂上までバスがあるんですね。ヒブラルファロ城の入り口です。日曜は入場料無料でした。とりあえず一番高いところに行きます。マラガの港です。城壁がぐるりと続いており歩けます。マラガの旧市街方面です。アルカサバとカテドラルが見えます。アルカサバの入り口が分かりません。アルカサバの城壁です。見事なものです。アルカサバの入り口は一旦下ったところにありました。また上りです。大勢の観光客が押しかけてきました。モーロー人によって11世紀に築かれたという。ここが頂上かな。もうヘトヘトです。お嬢ちゃんは元気です。庭園が美しい。グラナダのアルハンブラ宮殿に今月末に行きますが楽しみです。アコーディオン弾きのお嬢さんです。今午後4時です。5時半にセシとマリアサンブラーノ駅で待ち合わせているので、そろそろ向かいます。忘れてならないのはこのカテドラルで、資金不足のため右の塔が未完成です。片腕の貴婦人
とも呼ばれているそうです。マルケス・デラ・リオス通りを過ぎます。駅まで結構歩きます。タクシーにすればよかったかな。マリア・サン・ブラーノ駅です。アルカサバから徒歩で約20分かかりました。アベ等の長距離線乗り場です。近郊線乗り場で接種と待ち合わせです。会えるかな。会えました。接種の案内で町へ行きます。先ほどまでいた旧市街に連れて行ってくれます。この飲み物オルチャタと言います。独特の味です。でも美味しい。疲れた体にいいかもしれません。セシはクルーズ船での私のスペイン語の先生だったんです。いろいろと説明してくれるのですが、語学力は挨拶程度です。先生であるセシが一番知ってるはずですが、セシのお気に入りのサグラド・コラソン教会です。でもさっき来ました。寿司バーですが、日本ではこの色使いはありえない。メルセ広場です。そして案内してくれたのがエル・ピンピです。マラガでは有名なバルだそうです。アホブランコ・マレンゴというスープです。ニンニクをベースにし、ピーナッツ、干しぶどう、リンゴを加えたものです。この地方でしか食べられないそうです。疲れた体にはちょうどいい。エンサラダ・マラゲーニャといい、マラガ風サラダです。こちらはジャガイモ、魚、オレンジのミックスで、これも不思議な味ですが食べれます。これもこの地方のものらしい。美味しいでしょ。ローマ劇場跡です。もう8時です。最近整備された港周りです。ポーズをとるセシです。異国の地でよく会えたものです。エスペトが有名なので、機会があったら試してみるといいと勧められました。マラゲータビーチです。セシと一緒にシェアをします。これでお別れです。セシありがとう。いい思い出になりました。電車に乗って帰ります。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。